お家で何か悪いことしたかと思ってビビった。で、なんか3分ぐらいお話いいですかとか言われたから私なんか悪いことしたかなと思ったら違った。なんか全員のお家回ってるだけだったみたい で、なんかちょっとお時間すいませんって言われて、ちょっとなんかおしゃべりしてた。あんまちょっと私は理解できなかった話だった で、あ、セイブさん、ちょ、急いでるんだよって言って話終わってきた心当たり？なんもない なんもないけど、ちょっとなんか家の中で踊ってる時に足のドンドンって音とかで、あの隣か下のうちから苦情来たかと思ってちょっとビビった。そしたら違った。本当にビビったいいね、この方法。よいしょ。何話す？何話す？何時までする？どうする？何話す？ご飯食べてたんだよね。22時までね。確かに3時間はできるけど、22時まで私の体力が持ちますか最近のマイブームか、なんだろう、なんだろうな、最近か、なんだろう、ちょっとなんか最近の記憶がないんだよね今日のご飯は何を食べたか、なんかパパがくれたクーポンを使ってあのお取り寄せにしましたあー、かぼちゃありがとう2回に分けたら、多分1回切ったら私ちょっとしなくなっちゃうかもしれない。コウモリだ、ありがとう、ありがとう、あー虹だ、ありがとう。デコ出し珍しいね。うそー、だいたいセンター分けだよ。センター分け多めだよ。なんだろうな、今日なんかめっちゃ上アングルかなんか顔もろくない今日。あ、そう、明日前座なんですよね。はい前座なんですよね。朝早いですね。お風呂入らなきゃですねだからね、うん早く寝なきゃだね。会える楽しみや、それな、楽しみだよね。なんかさ、いつもより目開いてなくない？どうしちゃったんだろう眠いのかな、眠いのかもしれない。はあ、分かんないのとか。夜行く、待ってる。花束ありがとう。昼公演当選したで行きます、お待ちしてます。いや楽しみね、久しぶりね、久しぶり、頑張れ、ありがとう。ツリーの髪型可愛かったってさおちゃんの同時視聴の時って、あ、そうなんだ、
嬉しい。さあ私ね、お団子の方がね意外とみんなからの褒められる。え、でさあ、そうそう、明日の前座の髪型めっちゃ悩んでるんだよね私。どっちがいい？明日来る人いるじゃん。ちょっと明日来る人に決めてほしいな。何がいいと思う？お団子かハーフアップ決めて。眩しい。こんばんは。明日け空気だけロビーだけってこと？多分ね、お団子になる気がするんだよな私。予感、団子になる予感。最近ハーフアップ見てない気がする。確かに、確かにだよな。そうなんだよね。でもね、11月多分ねいっぱいハーフアップしそうだから、いや、いっぱいわかんないな。こうやって決めた。お団子にしよう。みんなハーフアップとか言ったよな。私はお団子にしたくなるんだよな。意地悪だから。意地悪すぎるよね。なんか前までさ交互にやってたのにね、ハーフアップお団子、ハーフアップお団子とか言って。結局聞かれてもちなとか。そうだよ。そうだよ。私聞いても私の、私が決めるから。念のためね。ね、念のためです。こんばんは。まあ私だからね、結局ね私が決めるんだよ。来る人に決めてほしいなとか言いながらね、私が決めてるからね。まあまあそんなもんだよねとか言って。ってことでね、明日の髪型は決まりました。めっちゃ今ね視界に入ってくるものがあってね、カーテンをちょっとこっち閉めてなく、閉め忘れてて今。あの夜って暗いじゃん、だからガラスにこのリングライトが映ってて。ちょっとなんか視界に入ってきてすごく気になる。ちょっと待ってて。だいぶ気になってる。超自分の動いてるさ、動きとかがさ見えててさ、ちょっと待ってね。よいしょ。あ、こっちだった。オッケー。はい。閉めた。これで気にならなくなった。こんばんは。こんばんは。ポリポリって書いちゃって。今日の昼ご飯はごぼうご飯食べたよ。ごぼうの炊き込みご飯美味しかった。麦米だった。あれ。うへへへへ。今うへへって言ったか。
やばい、無意識にウヘヘとか言ってる、やばい。ウヘヘウヘヘやばいな。あ、そうそう、久しぶりにあのさ、一時期さ、私あのポテトチップスのさコンソメにハマってたっていう話をしてた、覚えてる人は覚えてると思うんだけど、ハマってたのね。あれね、なんかまた買っちゃった。今日は1枚だけ食べた。1枚だけ、あ、1枚食べて、あ、そう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 、こんな味だったってなって、あ、そうそう、こんな味だった、明日食べようってなって折りたたんである。好きだね、好きなのよ。なんかでも今日は悩んだよ、めっちゃ。コンソメにするかハニーバターにするか、でもコンソメ選んじゃった。唐揚げくんはね、あのシンプルのあのオレンジでってしか食べたことないかも。コンソメ美味しいんだ、今度食べてみる。湿気、あー、湿気ちゃうね、確かに湿気るかも、ワンちゃん。なんかね、その油が酸化するみたいな聞くから、まあ、3日以内に食べ終わると思う。ことは配信終わったら食べるのかな。え、明日むくむって。こんばんは、ぬっちゃんかわいい、ありがとう。へへへへ、夜食、夜食はやばいよ、太るよ。夜食は太るじゃん。やばいですね。今みんな何してる時間なの？みんな何してるの今？こんばんは。まあ私とあのちょっとまったり時間を過ごしましょう。太ると言わず育つと言わない。頭いい、それは。お風呂に入りました。お風呂、じゃあお風呂の中で見てるってこと？帰ってきた、だから、お帰り、運転中、危ない。あれだね、あのラジオ代わりになってんのかな、私のこんなゆっくりした眠そうな喋り方聞いてたら眠くなっちゃうんじゃない。渋滞してそう、この時間。あ、この時間ちょうど渋滞過ぎた頃なのかな。配信見てる、あ、普通に配信見てくれてる、いや、上がったところです。風呂の中で見てさ、間違えて配信始めちゃったとか言って考えちゃった、ごめん。めちゃめちゃそんな、あー、虹だ、ありがとう。ウヘヘを聞きに来てる。ウヘヘって私結構言うんだ。あ、そうなのか。あー、お菓子もありがとう。ちゃんかわいい、ありがとう。は、恥ずかしい。あ、本当にね、すぐこういうこと考えるんだからね、本当にね、ダメよね。言うんだ、恥ずかしいな、それは。うへへをさ、無意識に言ってるんだね、私は。本当にコロナにあー見てるよ。いいね、すいません、いや、謝らなくていいよ。私がね、勝手に、そう、いや、いいね、いいね、お風呂入ったんだ、いいな、私もお風呂入んなきゃだ。
もう絶対配信あってパタって絶対寝ないように気をつける。じゃなきゃ明日朝早く起きなきゃ。さすがにね、朝弱いからさね、気をつけなきゃだ。えへへって言ってもへへにって聞こえる。それはもうみんなの耳がそれはもうみんなの耳がうへへになってる。朝は全くダメな。そう、朝結構やばいよね。あのね、朝配信をねしてた時があるんだけど、その時ね本当にすごかったよね。マジなんかもう寝て起きて、なんだろう、あの1分前ですみたいな顔してるよね。で眠すぎるから、みんなちょっと一緒に10秒は寝ようって言って、せーのってこうやって寝つぶの10秒。でも本当に黙ってたら、本当に黙ってたら本当に寝そうになるから、あ、ダメダメダメ、喋ろう喋ろうってなるね。でそう、朝配信の時見て私のことを好きになってくれた人が結構いる ね、何人かいるよね。ね、こんばんは。いやだいぶね朝は弱いんです。すごいよね、寝起き1分で配信スタートみたいな。でね、最近は寝ても寝てもね、眠気が襲ってくるから、私は睡眠の秋なのかもしれない。前髪、あ、前髪どうした、前髪今日分けてるんだ。うん、今回のイベントの期間はやってない。寝たりね、私。じゃあ寝たらさ、身長伸びるかな、育つかな。こんなポテトチップス夜食に食べるとか言っててさ、育っちゃうよ。無理というこっちゃ。あ、そういうこと？寝てて。あ、身長伸びてないの？そう、身長伸びてないの。ポテチで育つ？どっちに育つ？確かに逆に縮む。確かに確かに確かに。だってそれさ、結局さ、あの、まあ、1年前、約1年前にさ、こうプロフィールができて、で198センチか149センチって書かれてるじゃん。本当に変わってないからあれ。俺も横に座る。いや、絶対ポテトチップス夜食に毎日食べたら私もこうなっちゃうから。ポテトチップスでこっちには伸びないよ。じっちゃんぽっかりは噛みたくない。それはならないように頑張るけど。あ、前後に、前後に、こっちもこっちもってこと。あ、じゃあいいじゃん、こっちに育ってもこっちに伸ばせばいいんだから。確かに。あ、伸びるようにね、タテーマにお願いしてみて。タテーマのつぼっちゃ売れる。それはそう、ちょっと誰か開発してほしい。斜めに育ちます。それは身長じゃなく教えの問題かな。もう増えてく方に斜めに育ってんのかな。バランスよく伸びてほしい。いや、それは、
ああそうだよね、選挙の車ね。そう、音じゃあ急に消してちょっとしばらく無音が続くから、変なことして過ぎてくまであれするね。私はどんなことしてどんなことして無音時間過ごそうずっと同じところで止まってやり始めたらどうしようずっと無音かも。そう、こんばんは、ちゃんかいありがとう、こんばんは。あわわわわわわわ、扇風機の前とかでもやらないみんな、あわわ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 って。あ、牛乳でね、牛乳か、私あんま飲まなくてね。そう、牛乳なんだろう、なんか壊すんだよね、なんでだろうね、それは困るだよね負けてた、掃除の朝品でございますって対抗しない。ここのさ、スマホの音のところで、あ、そうじゅな、あ、そうじゅなでございます、 NGT48 の NGT48 4期研究生のあ、そうじゅな、あ、そうじゅなでございます、じゅっちゃんこと、あ、そうじゅなでございます。どう、これだったらいけそう、音が割れてる絶対そうだよねだってマイクめっちゃ近いところで叫んでたもん今イヤホンの人かわいそうウグイス嬢似合っている怒られないかなこっちの方ありがとうございます、ありがとうございます。だ、別にバカにしてるわけじゃないからねでもすごいよね、すごいと思う。そうだよ、選挙権あるよねえ、日向さんのさ、あれすごいよね、普通にさ、おすすめとか流れてくるもん、広告か、あれすごい。みんな投票行ったんか、投票ね、なんかさ、なんだったかな、レポートでその選挙の話とかやってたんだけど、なんだったかな、その選挙のやつで誰に投票したいか書きなさいみたいなレポートに書く欄があって、もう難しかった、その理由を述べよう、麻生じゃなくて書いていい、もう書いていいよそんなのあったの、あったの、そう、
はい、行ったと思ったらバイクの音がちょっと少々はい、暴れさせていただいた。帰ってきました。そう、はい、で踊ってたのは命をかけろで、こうブン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 頭振ってて、メロンジュースってコメントで見たからメロンジュースやってみたあとは好き好き好きってやってた。じゃんじゃんじゃ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 パン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 。はい、以上です。とりあえず17日まで、17日、11月17日が大釜だっけ。こんばんは。あ、待って、すごい目かゆいんだよ、ね、なんかね、見てわかるかな、こっちの目はすごい下まつげがあるのね。でもこっちまばらなの、この辺ないの耳にかけてる、かわいい、マジありがとう。壁薄いのかな壁薄いのかな。それな、モチーフセンターな、けど可愛いです。育ててるもん今、上は十分に育ったから、次は左下だな、育ててる。私の配信さ、無音にすること多めだよね思わない？何する、なんか音鳴ってるからカラオケとかした方がいいのかな。なんかね、お隣じゃないんだよな、外なんだよな、普通に人がと、ほらお友達と喋ってたらやっぱ声ってでかくなるじゃん、多分それが聞こえてて。そうで、別に多分歩いてる人の声だからいいのかもしれないんだけど、会話の内容的にアウトなさこととか話してたら やばいかなみたいな思ってネットにさせてもらってる。こんばんは。あー、ルアさんも生えなくてそう、本当にでもこっちのまつげだけ生えないんだよ、なんでなんだろうね。おでこ出してる、最近先頭は興味だよ。そう、安全のためだからね、まあ、みんながね分かってくれてるならね、それで全然いいんだけどね。口のさ、リップぐらい塗った方がいいよね。イヤホン取るついでにちょっと行ってくるわ、待って。よいしょー。でもさ、昨日だったからさ、ミニ劇場するあるやつで、思い出いっぱい公園のミニ劇場、飛行機具もちょっと歌えないかもだけどよく消える配信でもある。いや、それは言えてる、結構そう。
あ、これプランパー入りなんですよ。塗ったらスースーする。ちょっと冷たくてピリピリして癖になる。気持ちいい。ないんだ。そうなんだ、ありがとう。何それ。昨日みたいにリクエストの中から歌えるやつにするか、ミニ劇場やるか。何がいいかな。ラララわかり合えるわけないだろう。なんか本当に少しだけしか知らないけどね。知っている。本当に少ししか知らないけど。昔めっちゃ聞いてたから今もちょっと記憶にある。どうしようね、ミニ劇場にする？私さ、会えない、わかんないわ、ごめんね。メールで書いといて聞いておくよ。あー、ありがとう、たくさんありがとう。配信聞きながら今ウォーキングをしている。じゃあちょっとハイテンポの曲歌ったら走っちゃう。私のさ、喋りが早ければ早いほど足も回転が速くなって、ウォーキングじゃなくてランニングになるんじゃない？ならないか。私はね、テンポが速かったら速くなっちゃうよ。つーちゃんかーい、ありがとう。そっか、今日金曜日だ、だからうるさいんだ、外。早口言葉、それは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 ブースティーのあのあれが蘇ってきますよ。生組、生組じゃないわ、あるんだよ。青巻巻、青巻髪、青巻髪、木巻髪、青巻髪、青巻髪、赤巻髪、木巻巻。そう、今日花金ですから。はい、みんなね、お友達とね、外歩いているんじゃないでしょうかね。わかりませんけど。言えてない。青巻巻。あともう一つあったんだよ。だから赤青黄だって。そうなんだよ、私順番から間違ってたんだよね。赤巻髪、青巻髪、黄巻巻。これを3回言うね。青巻髪、青巻髪、じゃあ赤巻巻、青巻巻、キマキマキ、青赤巻巻、青巻巻、キマキマキ、青巻髪、青巻髪、キマキマキ。坊主が屏風に、坊主が上手に絵を描いた。二人炙り、カルビ炙り、炙りカルビ。難しい。なんでそんなさ、したら。じゃあさ、なんかみんな書いてってよ。
めっちゃ面白いんだけど。あず何ある？何早口？生組生ゴリ生卵。あかまもしなかった。生卵。早口苦手。いやそうマジそう。ガス爆発。ガス。じゃガスじゃない。バスガス爆発。難しい。ガスガスガス爆発とか言って。難しいですね。はい。次。で、ほんそれあるの？本当にその早口言葉。じゃあじゃあ最初で嬉しかったのか辛かったのかどっちなんだろうね。早口言葉あのねマジカルバナナはね最初は結構ちょっと私さやったことなかったからそういうみんなでやるゲームとかあんまりあの小学校の時とかもうやってこなかったからやばいルールはなんとなくわかるけど私のこの理解したので合ってるのかって感じで始めた。隣の客給客はよく食べる客だだっけ。なんだっけあるよねそれ隣の竹やぶに竹た立てた立てて難しいな。隣の竹やぶに竹難しいな。え、あったよね。隣の客はよく食う客だみたいな。食べる客だだっけ。え、あったよね。なかったっけ。客給客はだ。あ、その後覚えてないけど。こんばんは。早口言葉やってるよ。今思い出してるの。隣の客はよく食う客だ。あ、かき食う、よくかき食う客。隣の客はよく食う客だ。それただ食べてるだけだわ。隣の客はよくかき食う客だ。うわ難しい。食う、かき、かき食う、かき食う、かき食う客だ。いや難しいな。難しすぎるわ。ちょっとみんなもやってる？それちゃんとやってる？ちゃんと一緒にやって。早口言葉。隣クーマさん。隣の客はよくかき食う客だ。難しいよ。なんで普通に言えちゃうの？もう本当にもう困っちゃうわね。困っちゃうわね。誰だよって。ああ面白いですね。あアイスありがとう。そっか早口言葉って難しいな。なんかみんなもちょっと早口言葉言ってみて一緒に。何言う？やっぱ赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪をみんなで3回よ。いくよ。いっせーので。赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪、赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪、赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪、黄巻き髪。では、赤カピバラ、赤カピバラ想像してみ。青のカキ、青のカキピ、赤赤赤。もうカピバラか。赤青。赤カピバラ、青巻き髪じゃなかったもん無理。やばすぎ。いや不思議ですね。
よし、何する？で、結局何歌うんだ？1回目、はい、2回目、3回目、4回目、タンタタン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 。ミニ劇場ってことは、友達で言いましょう。絶望の後で、なんだっけ、あの別喋るユニットだよね。合ってるよね。あら、違ったかな。あ、前座からやる？前座から。前座何にします？あ、そうだ、やだ、忘れてた。あ、心に太陽だった、忘れてた。そうだよね、赤いカピバラ見たくないよね。青もじゃない、黄色もじゃない。で、心に太陽ってあんのかな。なさそうじゃない。ないわ。えいえい、あー、かからに太陽ある限り何があっても共にかなるよ。その希望は虹がかかるだろう。だって行くわ。腎臓はかかと？かかとで行くか。じゃあまだ私かかと1回しか出たことないよね。今ここでかかと。最近みどもりやってなくね？前座。季節外れのアイスレモネードカラオケね、見に行ったんだけどまだ入ってなかった。いつ入るんだろうね。入るのかな、どうなんだろうね。今ここでかかと鳴らせ、タンタン。大人になる前もな。確かにそれやってない、やってないんか。わあ、じゃあ投票にしようぜ。ここは何するか、何にする。4つ5個、5個入れるのきつくない？か、わあ、5個か。ちょっと私覚えられないかも。いっか。1がかかと、2が何か、3がみどもり、4が大人になる前。5がなんだっけ。なんだっけ、5個あったっけ。みどもりと何かと大人じゃね？どう？かかとだけじゃない今。あ、じゃあ順序だ、順序。五順序ね。うわ、順序だ。忘れてた。何あったっけ一個って思って。そうだそうだ。順序だ。そうだった。そうだったそうだった。大好きだよ。最後になっていつだろう。あ、あれだ、あの時だ、 NST 祭りだ。三角のところがねあるんだよね。
もう1じゃねこれ終わろう。うわ4もあるんだ。4なんて言ったっけ私4なんて言ったっけ。あでも4と5は同点なんだ。じゃあ1だな。かかとだな。かかとを鳴らせ、かかとかかとコンコンつねき先だほう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 。あれやった。あたの久しぶり。あー今ここでかかと鳴らせ、信じるものの雄たけびだ。だから手にかかと鳴らせ、夜空の世界へと響かせろ。ありがとうございました。ありがとうございました。
ちゅちゃーん。おばあちゃん。やばい、ジュナワールドに入り始めてる。どうしよう。だいぶジュナワールドに入り始めてるけど、みんなついてこれてるから大丈夫かな。いきますせ。おばあちゃん終わり。ドーン。昨日ねめっちゃ久しぶりに待って MC 後だからいや喋ろ、いやあのねマジで、ね、昨日マジ久しぶりにね友達で話を聞いて、やばいやばいやばいこんなんだったわってなってた。じゅっちゃんヤンキーかと思ったらアイドルだった、やだセル
そうだから、そうめっちゃそうね、そうそう、しがたさんとかにもそのおしゃべり会の時に私が持ってたものとか服とかを見て、めっちゃじっちゃんギャルじゃんってなったよね。でそれでコマが「いやこの子は本物なんです」とか言って言ってた。面白かった。コマよく言う コマ何かとね、コマといる時多いかも。 いや今はアイドルですから あるかな。絶望の後でじゃなくない？絶望の後でじゃなくてさ、なんだっけ？ ちょっと待ってね。なさそう。え、ないよ。あれ、ないよ。ないわ。別になっちゃうんだ。オッケーです。久しぶりだな。フェイスブースティンの時に急に始まったよね。
心に太陽もうないから、次は何になるんだね次は何になるんだね。ええやん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 。MC ですね。 MC の後はユニットなんですけど、ユニットはあるのかな、あるのかな。いやマジなんか歌うってなったらすごいさ、心なになんかドキドキするやばい失敗しそう、どうしようどうしようってめっちゃ不安になる。蒸発した水分と空き缶パンクしかないわ、やばい空き缶パンク、ちょっと不安だ。いやできるはず。トゥトゥトゥルトゥトゥトゥルトゥ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 ルトゥ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 。イエーイ、はい MC スタート。まずはじめに友達で言いましょう。あのさ、いや別にを聞いていただきました。自己紹介をしていきたいと思います。まずはじゅっちゃんからどうぞ。はい、みんなが好きなのはジュータスなのはジュナー、ラッキーナンバー17番、天馬県出身、高校3年生のじゅっちゃんことあそじゅなです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、今日はですね、なんか久しぶりになんかこう、なんか何ですか、あのなんか昨日もちょっとあの公演の曲を歌ったんですけど、今日はミニ公演みたいな、なんて言うんですかあれなので、はい、あの明日も前座があるので、あってその公演を見るので、今日はその、まあ、前夜祭みたいな感じで楽しんでいきたいと思います。イエーイだからあの、はい、皆さんも明日のためにたくさん楽しんで、明日に備えてワクワクしましょう何言ってんだよって。はい、本日は以上のメンバーでお送りしていきたいと思います。じゃあまずはユニットからどうぞ。てて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 、どこまでもあっち走ってたな、じゅっちゃんワールド絶対結婚しような。いや言ってほしいね、じゅっちゃんそう、後でないんだよね。じゅっちゃん配信してる。そうなのよ、私配信してたんよそう、結構7時半とかに始めた。1時間経ってるかな、なんかね、ミニ劇場してるの今前座からスタートして。いや、お仕事は仕方ないからね、お疲れ様ですですよお疲れですね。ね、前座でかかとして、友達で言いましょうとあの別歌って、今からユニットのどっちからやる、空き缶パンクか蒸発した水分どっちからにするそう、後でとかなかったんだよね。私やりたいのあれ、わちゃごなもないよ
スタの勉強中は。話せないよ話せないよ。泣きながら、ごめんね今は遊んであげられない、話しげな顔しないで。そうカラオケある曲そうやってるの。そう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 、順番なら18。 OK 了解了解です。こんなにさカラオケで歌うことってさ、そんなに前からさカラオケで歌っていうこの配信じゃないんだし、ちょっとずっとして歌うことか久しぶりすぎてやばい。
キラキラキラ。いやーライトに浴びてね、うん、まだねそんなにあれだけど、そうあんまりそんな長いことステージ立つとかあんまないけど、本当にライトに浴びながら歌って踊るっていうのが本当に憧れてたから、すごいねやってる時わーアイドルステージマンってなって、終わった後にこの家帰ってきた時とか自分の写真とか見た時に、あーこれ自分なんだってなるのがね毎回なんだよね。くたばれのタイミングいつもミスる。ぜひ見てください。夢も希望もいらない、言葉はくだらねえ、どこなんかいても未来教えねえ。ごめん。やばい、充電がない。充電させながらやりたいとこなんだけどさ、イヤホンつないでるからできなくて。いやーこれ途中でカラオケ終わらなきゃだな。嘘を見逃せばいいんだ、優しくいれと言うけど、あんたは正直で好きな愛のことだろう。腕って日本語もなんか何も欲しくねーよ。ちっぽけな人生にもかこつけてる、もうだいぶでもいいねんか、偉そうなやつの演説なんか聞くもんか、パンクの吐き替えで蹴飛ばすように、I'm not afraid to die.
中で止まっちゃって充電マジないマジでない、やばいぐらいやばいあと2曲ぐらい歌ったら多分スマホちょっと終わらなきゃだなと思っちゃうぐらい。だいぶ充電なかったそりゃあね、充電ないですよね、通知も来るわなみたいな。今日負けもないんだよね確かね。ちったらさ何になるんだ、せっえ確かに続きは明日かな、明日ね、あ明日はね朝とその前座の合間だけだと思う、私やるの。そんな予感がします。そんな予感ですかね。充電がかかります、マリリア。じゃあね、今日はどうしようかな。全然合間に配信できそう、するよ。しますよ。新幹線の車内で見れるかな。電波とかどうなんだろうね。止まりそう。絶対止まる。えちゃんお疲れさんだ。みお疲れ、みんなもお疲れで、今日は1週間頑張ったよ、金曜日だよみんな。ご飯食べてね、食べる、どうしようかな。9時過ぎに終わろうかな今日は。そうしようかな。明日もあるしさ、ほら明日前座じゃん。私多分早く寝なきゃ明日の朝の配信できないから配信終わったら運転して新潟行きます。ガチ？じゃあマジか、私の終わる時間にあれなのね。てっちゃんは癒しである、あ嬉しい、ありがとう。そう明日の朝配信するのであれば私は今日早く寝なきゃいけない。まだお風呂にも入っていない、ご飯も食べていない、途中なんだ、全部途中なんだで明日の朝配信して、前座の合間にも配信して、明日の配信は終わりです。多分家に帰ったらそのままパタンってベッドに行くからそう多分そうなる予感がする。やっぱねさ人それぞれじゃん、疲れる場面って。ね、朝配信ねちょっとか15分とかかもしんないけど、まあ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 見れたら見てください。全然ないもの配信は分かんないけど、わちゃわちゃしてんのかもしれないけど、分かんないけどですね。明日朝5時からやったら私もう公演中に寝ちゃう、ダメ絶対ダメでは日曜日はね8時までだから、このイベントがだからまあ5時からやるとかでもいいかなと思ってる。5時から8時でいいかなと思っていますので、うん土曜日だから8時制限はないけど、全然だからね。そうだから日曜日はほら午後からやればいいかなって私は思ってる。朝じゃないよ日曜日は多分起きれない、うん、っていう感じの私の中での勝手な予定にはなってますが、はいこんな感じです。日曜日までの私の予定です。あれあれ
ちゃんってさ、え、だよね、だよね、え、だよね、間違いじゃないよね、うわあ、わあ、嬉しいんだけど、わあ、私もさ配信遊びに行っていいかな、わあ、嬉しすぎるわ、ちょっと待って、私だけ動いてるんだけど、私もそっちの私もそっちの動いてるの見たいんだけど、マジみんな天使だから、本当にガチ嬉しすぎる、ありがとう、私もじゃあ行くわ、嬉しい見に行く嬉しすぎるんだけど、そう、私ずっと配信でさ、仲いいんだよ、連絡取ってるんだよっていう会話をあの配信でめっちゃしてってそう、わあ、いっぱいありがとう、本当になんか嬉しい恥ずかしいが混じってるどうしよう、なんか私の配信見られてる、それもさ、あの超ピントがつけちゃって油断してるみたいな、超すっぴんだけど、マジありがとう、本当に、お、それこそ、へへ、そうだ、それこそ上なんだよねそう、マジ上だよ、マジで、本当に隣にいるとき私ずっと上上してたね、本当に可愛いから、本当に可愛いから、配信するとき言って私見に行くわ、私もお邪魔しますって言って、あ、お邪魔してます、ちょっと恥ずかしいな、緊張するな、そっちのコメントするの恥ずかしいな、あ、お邪魔してますお邪魔しますねえ、行かなきゃだよね、ドローン飛ばしちゃう、わ、そうじゃん、みんなね旗ついてたらねいや、さすがにいや、でも遊びには行くわ、嬉しい、なんか一気にテンションバーンって上がったね今いつもの私に戻った、昨日のさ猫かぶってたの何だったの、やばい、なんか目覚めたの、嬉しさで目覚めたよ私、お風呂、お風呂入んなきゃやばい、明日前座だよ明日前座なんだ、目覚めても充電が、いやマジでそう、本当にそう、充電結構かなりやばいこれね、配信してる時に充電器つけたら、それそうなんの、そう、終わりモードだったけどね、楽しくなっちゃったよ、やばい、けどそれ優しかったよねねえ、本当にね、いや嬉しいわ、テンション爆上げになっちゃう、今週一番私テンション上がったんじゃない、みんなが見てる中ね、いや素晴らしい、え、そう、もうめっちゃ暑いよ、暑い、本当に暑い、そしたら次暑くなってますみたいな通知来るんだろうな、だからそろそろ終わるよね、明日起きれなくても困るから感じですね、はいいやマジ明日の朝の配信ちょっとだけだけどやるんで、皆さん来てください、最後にめっちゃいつも通りのマシンガンできてるから、バーッて喋っちゃった、嬉しすぎてね、ひなちゃんが来たことが、やばすぎる、本当に楽しい、嬉しい、楽しい、嬉しい、幸せ、テンション上がる、審査員から読んでいいですか、読みますね、13位、
山ちゃんさんありがとうございます。12銀河の妖精さんありがとうございます。11埼玉のしゅんさんありがとうございます。10位菅さんありがとうございます。9位トワストさんありがとうございます。8位あトワストだ、トーストや、トーストさんや、トワスト、絶対これトースト、私はそう読もう、ありがとうございます。8位パンダのテオさんありがとうございます。7位バッカさんありがとうございます。6位ミッチーさんありがとうございます。5位アリニストさんありがとうございます。4位トーゴさんありがとうございます。3位ライトさんありがとうございます。2位サクシューさんありがとうございます。1位ときめきこばさんありがとうございます。ありがとうございます。ではでは、またまた明日ですね。じゃあね、みんな明日も待ってるからね、バイバーイ。